ピレタピオカティーということでね、今回はこのタピレタピオカティーというね、まあ最近流行りのタピオカというね、タピオカなんかあるじゃないですか、ミルクティーとか、まあ、僕もねそういう流行りに便乗していきたいと思うんで、ちょっとこのゲームやっていきたいと思います。実はラーメンと同じぐらいカロリーあるって言いますけどね。はい、なんでもありません。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、自己紹介したっけ。やばい、ここに来て自己紹介を忘れる実況者。こんにちは、チーターと申します。じゃあやっていきます。よし、食べる。どの味にしますか。お、あー、タピオカミルクティーしかないのか、気になんな。何やんだ。お、よし、ゲームスタート。お、なんだ、クリック。え、結果0杯。あ、ない、総カロリー0キロカロリー。かなり大きいサイズです。もっと飲んでも大丈夫、まだカロリー気にしなくていいよ。おお、じゃあちょっと連打系か、任せな。じゃあ行くぜ、ゲームスタート。あー、ちょっと、思ったよりいけなかったな。結果ドゥルルルルルルル、4杯、総カロリー、え、2800キロカロリー。結構飲んだね、すごい。カロリー気にしないと。新たに種類が増えました。やった、飲み物選ぶぞ。何、ココナッツミルク、飲んだことないからな。そう、なんかタピオカミルクティー飲んだことある人は、ちょっと、おすすめの飲み物あったりしたら言ってください。あ、やべ。よし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 。結果発表。お、これは、さて、ごはーい。ってか、ここ上の方しか映ってないけどさ、つまり下の方まであるってことだよね、これ。亡者もいるもんだね。いけるんか？あ、5985キロカロリーはやばい。カロリー気にしないとやばいね、そりゃ。よし、次。飲み物どんどん増えていくね。抹茶。抹茶か、抹茶味はさ、個人的にあんま好きじゃないんだよな。だから、多分2杯ぐらいで終わっちゃうかも。あー、なんだ今の。結果、おっと、さて、4杯ですね。やっぱ苦手な味なだけあってね、ちょっとさっきよりも記録が落ちちゃいましたね。まあでも4786キロカロリーはやばい。もっと飲んでも大丈夫か、気にした方がいいだろう。さて、今回最後の飲み物、あれ？まだか。もうちょい飲めと。なるほどな。よし、行くぞ。セレクト3。おう。なんで？タイムアップ。あれ？今何杯くらい飲めてた？え？なんだ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 ？バグってる。あれ？落としよう。タピオカ！タピオカー！はい、戻ってきました。じゃあね、この強敵抹茶ミルクティーにね、ちょっとリベンジしていきたいと思います。圧倒的な力を見せつけてやろう。
バグってないかこれ。あれ？やばい。どうなってんだこれ。おお、お。さて、応答しない。どうしよう。まあ、ちょっとさっきから何回かやって、結果発表されなかったんで、ちょっと、まあやっぱ強敵の抹茶ミルクティー、抹茶ミルクティーじゃねえ、ま、タピオカ抹茶ティーはちょっと強敵すぎて僕には叶いませんでした。ということでね、この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしていってね。それではさ、この、また次の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。